試したいな、自分もダメージ食らうかどうか。なんでこれ物の見事にかわしてんの。ああ、いや別に試したかったわけじゃないんだよ。試したかったわけじゃないんだよ。まこなこです。ゼイヤービリオンズ続きやっていきましょう。次はここまたヒーローを扱うミッションとなってます。何かしら取っていきましょう。これをやることによってポイントが手に入って、ここら辺のアップグレードも可能になるので、そこら辺狙っていく。あと前回リセットできないっていう話しましたが、どうやらこれ同じものをクリックすると消せるようなので、あ、そうじゃないの。あれ消せないのこれ。あ、消せるものとばかり思ってたんだけど、え、消せない。あれなんか消せるっていう話を聞いたような聞いてないような気がしたんですけど、これは多分前回最後にやったから今消せてると思うんだけれども、まあもういい、何もなかったことにして、もう行きますよ。とりあえずポイントを稼ぎたい。いくつかショートカットを確認したりとか、あと今のスキルツリーも、まあ、技術ツリーも内容不明瞭なところがあったので、ちょっとそこだけはウィキペディア、ウィキの方確認してますので、その点ご了承ください。あまりね見たくないんだけどね、初見で行きたいからね。ちょっとそこら辺は見ないとわからない部分もあったので、ご了承いただけたらと思います。うん、とりあえず、あーなるほどね、このユーザーインターフェース消せるってものがあるんだけど、それをやると止まってしまうのか、なんだろうな、あの上から俯瞰的に見るモードみたいなものもあると思うんだけど、それのやり方が分かってないんだよね。自分それのことかなと思ってスペースキーに一時停止はもう使わないので、それなくして設定やったんだけど、ユーザーインターフェースのオンオフみたいなものをね、ちょっと思ってたものと違ってた。なんか俯瞰的に見てどこに穴があるかとかね、そういうのが分かるようなものもあるようなんだけど、これ通れる？通れない？ん？通ってる？そうでもないか。ここにボックスがある。え、何やってんのこれ、移動してないんだけど。あ、これダメなの？クリックしてるけど、ようやく動いてくれた。このモードでできるだけポイント稼げばいいのかなと。で、帝国ポイントと研究ポイント、研究ポイントが今必要なんだけど、どうやら帝国ポイントもなんか別の場所で使うっぽいんだよね。あまり細かくは分かってないけど、なのでできれば全部やっぱり達成していった方がいいと思うんだけど、やっぱり全部探索するのは手間だからね。実際どうするか分かりませんけど、多分そこまで細かくはやらないと思う。 I can do that. なんか攻撃ターゲット今設定になってたね。これ A ボタンを押すとターゲット指定になる。あれ WAS、 あーなるほどね、なんか衝突してるな。ちょっとだけここオプションいじくります。操作カメラ移動で A を使うんだけど、多分別の操作で A を使ってると思う。これ攻撃、これいらないんで消しましょう。で、スペースで、まあ、一時停止、これあるか。で、タブも多分、ユーザーインターフェースの表示、非表示じゃなくて、フラットモードだな、多分。これを、え、今、大丈夫？フラットモード、スペースやって、これだと多分、上から視点に、うん、これ、これで場所が分かりやすい。今までこれ使ってなかったので、結構穴があったりとかね。どこに何かを立てるときに、どの感覚で作ればいいかとか、わからなかったので、これ、開かないの？開いた？手榴弾手に入れた。門、ここ。この欠けたヘリコプターとかも何かあっても良さそうだけど。まあ、ある程度、ショートカット確認できたので、そこら辺問題ないでしょ。開けてくんないか？開けた。とりあえず手榴弾を一つ今持っている。
このキャラクターを本編というかゾンビを襲ってくる大量に襲ってくるモードで使えたら面白いんだけど、なんで使えないんだろうね。ヒーローユニットっぽくっていいんだけどね。まあヒーローユニットっていう名前だけどね。おっと危ない。これこの場所の行き先の名前だと思うので、別に調べたところで何かあるわけでは多分ないと思う。あ、でもヒントあったね。ベルトコンベアに乗らないようにとか。なるほどね。何かしら。とりあえず下から行きましょう。まあ乗れないんだろうと思うけど。んー、ここら辺今来てた気配あったけど大丈夫か。この箱は取れない。マウスオーバーしていくのはさすがに辛いな、やっぱり全部。オキドキ。グレート。実際なかなか見つかんないんでね。倒しきった。For the Empire, taste my lead. うん。見当たらない。Rest in peace. Got it, Chief.Two weapons, double the fun. 全くだな。なんかいかにもあっても良さそうな場所だけど。Great. Let's go. 何もないね。Great. 一体二体やってきてるので、これ倒してから。Right away. Take that. No problem. うん、何もない。Attack! Killing time. Attack! 間に合わないか、倒すの。Nice.そっち側から逃げんの想定外だな。回り込んでくれるかと思ったけど。 Sounds good. For the Empire. うん、ここで撃ってもらいたい。いや、使った方がいいか。 Nice. うん。 Of course. For the Empire. 少し耐久削られてる。攻撃やってくんないか。For the humans. この奥かな。でも反応はしてないんだよね。歯車マークがつかない。 Eat my bullets. Got it. あー、ここなんだろうな。あ、抜けられる。抜けた先にも何かありそうだから行くだけ行くか。No survivors. Rest in pieces. Great. とりあえずここら辺で敵を追い払って、ここの箱は多分取れないと思うので。 Sure. For the Empire. Take that.Alrighty. Two weapons, double the fun. Yes? Great. 怖いね。突然出てきそうで。Die. とはいえ、ここまで来ても何か拾えそうなものはない。Sure.戦って経験値稼げて、なんか能力アップとかあればね、戦いがいもあるけど。まあでも続々と出てくるから
多分永遠に稼がれておしまいに、ね、なってしまいそうだけど、上限決めて戦いで経験値入ると戦いがいはある。それがゲームとしていいかはまた別として、あれはやらんでいいでしょう。もううん、ボックスあるね。ナイス。Right away. This will come in handy. 研究ポイントゲット。Sure thing. Sure. Okie dokie. All right. なんだろう、なんか引っかかってるのかわからんけど、止まるんだよね、動きが。この画面に映ってない時に押すとダメってことかな？No problem. いやでも今までそんなことあったかな？It's a walk in the park. ここは開かないんだよね。で、Perfect. この方向。Bullseye. Right away. ここからもさらに先に行けるので、その方向から行きましょうか。Affirmative.運転室。まあ、ここら辺を運転する場所なんでしょう。ベルトコンベオ。Sounds good. Child's play. 何かあっても良さそうだけど。Without delay. 特段何もないのかこれ。Perfect. なんかしょっぱいね。No fear. 今またダメージ食らった。44まで減っている。ちょっと硬いな今の。びっくりしたけど逃げましょう。ああ、また一発食らってる。33。 Great. Of course. なんだろうな、このずっとゲージが出続けるみたいな、なんか設定みたいなものもあったと思うんだけど、それはどれなんだろうな。I love it.少なくともこのスペースを押したのは、あ、スペースを押したのは単にこの線が出るだけか。まあでもちょっとこのマップじゃなくて通常マップでどうなるか見てみないと、自分が望んでいたものなのかどうかはわからない。来ないな。でもこういうふうに来ないと、なんか下手に大勢扱ってて遠くに取り残された人がいた時なんかミスしそうで、これでも来なくなる。あ、あれか、あれだあれだ、多分これ操作かぶってるかな。オプション操作、カメラ移動とキャラクターのユニットの移動がかぶってるような気がする。 WASD コマンド停止があるんでね、これがダメなんだ。 D は D は特段ない。 WASDコマンド全部削ってもいいかな。後でまた必要になったら、まあ、追撃だけはちょっとコマンドなんか設定しておきたい気もするけど。こんな感じでいいでしょう。そりゃ正しくね、動かないはずだよね。別に遠くであっても動いてくれている。そして今のところは結局何もなかったね。 Rest in peace. Piece of cake. キャラクター的には魅力的なんだけど、本当これだけしか使えないっていうのはもったいないな。本編で使いたかった。 That's easy. 本編の意味合いも人によって違ってしまうから何とも言えないけどね。自分の言う本編というのは、まあ、このキャンペーンモードの中の、ちょっとどうするかな。ちょっと敵来るまで待ってから使うか、使いましょう。キャンペーンモードなんよね、ことサバイバルモードが本編という人もねいるからね、人によっては。のんびりパンパンやってる間に、あ、これ開かないか。開く場所を探したい。Great.
Sure thing. うん、一個ボックスあったね。Got it, chief. 多分これ持ったからといって動き遅くなるってことはないと思うけど。ああ、殴られた。超えましょう。一回使うか。まあいざ危なくなってからでも間に合うとは思うけど。Affirmative. Sure. Gotcha. I'm on it. Sounds good. 逃げましょう。Perfect. For the humans. It's a walk in the park. ああ、何これ。取った瞬間に敵が襲ってくる。あともう一個あるけど先に奥の方優先。うん、研究ポイント手に入れた。これは味方だよね、多分。違うの？え、これ、あ、これ、ちょっと確認すればわかるか？うん、武器製造所。多分これ味方だと思うので、敵引き連れてやってくれば、一掃してくれるとか、多分そんな感じだと思うけど。こっち側に敵いるから、ちょっと試すか？アタック！うん、ここにも道があるね。試そうと思ったけど全く試せてない。さてどうなるか。撃ってるね今。うん。Affirmative. なるほどね。I love it. Bullseye. Sure. だが。わざわざ引き寄せるよりかはもうとっととこの場で撃って終わらせた方が早そうな気がする。うん、一個宝箱発見。いざとなったら遠くからここまで持ってきて、この奥あたりまで、もしくはまあこの扉開けた後ね、引き寄せるというのはありそう。Of course.Roger that. Great. For the humans. そばまで寄ってしまってる。多分隠れてたんでしょ。隠れた扱いになってるから。Interesting. 四個の手榴弾。Roger that. Affirmative.ちょっと前に出て戦っても大丈夫だと思う。ここら辺でも機銃が向いてたんで。そうこうしてる間にどこか探せる場所がないか。All right. どこもクリックできそうな場所がない。でさらに奥に扉がある。Yes.結構複雑だな。これどこやっていけばいい？この場所は。裏から回り込めるのか。あとここにも一つある。初期の頃にテーブルの上にこの調べる場所があったので、そうじゃないかと今回も思ってしまって、このベルトコンベアとかの上一生懸命探してしまうけど、どうなんだろうな、あるのかな。 Great. Rest in pieces. Let's go. 行きましょう。Understood.
Amazing. 今何手に入れた？何手に入れたかわかんないけど、まあいずれにしても。I love it. Okie dokie.ここから入ることが可能。I like it. 手榴弾か。ん？今ネズミ攻撃やってきたってことないよね。Sure thing. Let's go. Piece of cake.問題なく倒せている。Sounds good. All right. ダメか。Perfect. さて、まだまだ。Attack! あ、おっとびっくりした。Sure thing. ここにボックスあるんで取りに行きましょう。Gotcha. Okie dokie. なんとか寄り切る前には倒せるんで、これ早いのだけでもやってくれれば。とっとと、取って帰りましょう。こっち側に切られそうだな。また手榴弾か。あれ、これ壊せるってことないよね、手榴弾で。いや、そもそも壊すとかせずに通れる。通れるね。I can do that. これ何なのこれ。地雷のテスト。この地雷は感染者が踏んだ時だけ起動する。で、その時に自らもいた場合はどういう扱いになるんだろう、gotcha. 同じ場所に。自分も爆破対象になるのか、right. それともそうじゃないのか。 あれだな、これこっち側通じてるね。念のため開けときましょう。あれ、ちょっと場所違うか。うん、開けてここから逃げてこの機銃の方まで敵を持っていくことも検討する。 Not a problem. I'm on it. That's easy.感染者が貯蔵庫に侵入、隔離状態にする。まあここら辺だよね。え、そっちが呼んじゃうの。これを多分踏ませろってことだと思うけど、ボン、ボン。うん、まあこんなにたくさんあるから、さすがにヘマすることはないでしょ。できれば一斉に複数呼びたい。ドンドン。あ、奥も倒れてくれている。箱たくさんね。反応する樽があったように見える。あ、違う違う、今取ってる余裕はないよ。Sure thing. Let's go. Got it. Gotcha. うん、ほぼほぼ削り切って。I can do that. 自爆があるかどうかだけでもちょっと知っておきたいな。Gotcha. 説明あればいいのにね。人体には無害とか。Nice.Without delay. Great. Roger that. What is this? What's that? 地味だけど、このポイントが当たると、ああ、できるじゃん。気づいてなかった。Gotcha. まあいざとなったら機銃エリアまで持っていけばいいだけなので。そこまで辛くはない。試したいな、自分もダメージ食らうかどうか。なんでこれ物の見事にかわしてんの。ああ、いや、別に試したかったわけじゃないんだよ。試したかったわけじゃないんだよ。そうなのね。今のところまでじゃあ進めておきましょうか。
Yes? Gotcha.今開けたら敵大量に出てきたけど、多分ここはさっき開いてなかったのかな。なんか開いたような気もするけど、ちょっと位置関係ちょっとずれてるか。左側から行って上行った時とはまた別なのかも。というわけで行きましょう。なんかさっきやってた時と違うなと思ったから、ランダム要素あるのかなとか考えちゃったけど。It's a breeze. うん、危ない。Sounds good. Got it. まあ、ここら辺機銃撃ってくれたので、まあ、多少寄られても大丈夫な場所はこの辺り。For the humans. Okie dokie. Nice. Gotcha. Taste my lead. Got it, chief. 暗いね。Perfect.Roger that. That's easy. I'm on it. うん、扉がある。Sounds good. それにしても先ほどの爆風が想定外だったな。For the Empire. Let's go. あれぐらいならば届かないだろうと思ってベラベラ喋ってたけど。For the Empire. Awesome.逃げましょうか。Right away. It's a walk in the park. まだまだ先長いね。Great. ダメか、間に合うか。It's a walk in the park. Great. I'm on it. All righty. Without delay. Rest in peace. この辺りは。Great. どうなんだろう。No survivors. いや、こんなの見逃すぞ、今みたいなものは。All right. いい感じに引っかかってくれたね。Gotcha. うん、特段もこの場所はない。あと取ったものは消えてくれればなとかちょっと思ったりするけど、まあでもそれだと後々また分かりにくい人もいるのかもしれない。Sure.ここは壁になってるね。I'm on it. Got it, chief. ということは、sure. もう右側行けないと思う。この上も多分通れないようになってると思う。Two weapons, double the fun. うん。I can do that. Great. 特段調べられる場所もないので、さらによく行きましょう。これさっきとまた別のルートで来てるんだけど、できれば前の方行って味方がいればいいかなとか思ったけど、もしかしたら機銃が味方扱いになってていない可能性があるんでね。でこれ奥行くとさっきの大きい敵がいるので、先にこっち側。あーどうするどうする、手榴弾もないんでね。食らってはない。嘘、ボケっとしてた。もう一発食らった。救急キットも一つしかないので、あまり無茶しないように。うん、ダメか、ナメプかこれ。25まで耐久減っている。だがもう敵はいないはず。ここは通れないか。
旦調べられるところはない。That's easy. じゃあこちら側行きましょう。もう一回同じミスはしたくないな。少しこちら側明るくしておきましょう。Yes? どこで何撮ったかなんて覚えてないから。Yes? あれ、これこっち側から来たらダメなんじゃない？反対側から行かないと、この方向から行かないと機銃の援護を受けられない。Eat my bullets. 奥にあるね。 I'm on it. Taste my lead. Great.No survivors. Come on. まず開けてしまいましょう。Okie dokie. なんかキャラクターがもっと強くなる何かがあればいいんだけどね。結局は敵を倒していかないと強くならないんで、敵を倒してステージクリアしていかないと。For the Empire. となると全てのステージである程度の苦労はしないといけなくなる。テンポよくね、もうガンガン倒して。遊びたいような気もするんで。耐久マックスであったならば耐えられたのかな。Got it, chief. ここだと機銃が応じてくれると思うけど。Yes? Die! Perfect. でも自分のキャラクターだけ見てればいいから。おっと、これなんで、あ、そっかそっか、視線が塞がれてるか。自分のキャラだけ見てればいいから、その点は楽だよね。耐久の状況とかが分かりやすいので。For the humans, for the empire. Great value, no doubt. I can do that. All right. 手榴弾また手に入れて。Sure. Got it. Sure. Got it. Attack!Sounds good.上か。Affirmative. 二つあるね。Sure.爆弾出し惜しみする必要はないんだろうけれども、かといって後々の展開がわからないとね。どこで使っていいのかがわからない。その方向か。Understood. Good find.これなんだろうな、今何かアイテム手に入れたとかいうアナウンスは出てないんだよね。なんかアクション今やってたけど、細かくてよく見えてない。The more the merrier. Yes? Excellent idea, sir. Roger that. 多分ない。間に合ってるか。いやー、ちょっと厳しいか。耐久は減ってない。Right away. Sure. Take that. It's a breeze. ここら辺でもどこか一つ取った場所あってね。いや、あれ取れるのかな。Got it.
この女性の敵。Without delay. Great. For the Empire. 精神すり減るな。25分ぐらいやってたのがダメになったからな、さっきはあのミスで。I'm on it. Two weapons. 回り込んでいきましょう。Right away. Attack.Nice. でここから抜けられたって話だよね、さっきは。手榴弾も自分で食らったらダメなのかも。まあでも普通に考えたらダメだよね。特にこの手のゲームはね。それらも考慮に入れた上で動けって話だから。I'm on it. Right away.Got it. Let's go. I'm on it. Sure thing. 綺麗に。おっと。でもまだなぜか生きている。使うなよ。バカだ。もったいない。Die. さすがにこれじゃ倒しきれないもんね。Nice. Perfect. Yes. Affirmative.Perfect. 倒しきった。Taste my lead. Got it, Chief. びっくりした。なんか今ラグが。I love it. Sure thing. Gotcha. Yes. どれぐらいの範囲だったらダメだとかが分かりにくいからね。I can do that. For the humans. それでヘマ押しそう。Of course. はい、最後の一体連れて行きましょう。Yes. Perfect. Great. ああ、嘘、止まっちゃうの。All right. Roger that. ようやくか。ほぼ先ほどと同じような場所に戻ってきた。あれ、ここら辺一個取れなかったっけかな。気のせい？もしくはこれプレイのたびに場所変わるってことないよね。ランダム、あれここも取れたような気がしたけどな、さっき。ランダム性あるっぽいぞこれ。あともう一体いるぞ。これ今なぜ動かん？選択がされてなかった。Looks cool. No survivors. I can do that. All right. Roger that. Of course. うん、当たってくれた。All righty. Gotcha. I love it. あとここか。これで全てのように見えない。もう一個。This will come in handy. Got it. Perfect. いやー、逃げます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 と言いつつ手榴弾を投げる。あー、これも結構爆風範囲広いんだけど。なんか豪快な動きで迫ってくる。人が一人いた。Yes.うん、ここ手榴弾ガンガン使ってもいいな。だから投げるのに一定の時間はかかるので、そこまでスムーズに全てがいくかと。いや、そう、うん、またやってしまったかと思った。あと5発。Great. Sure thingOf course. ここが最後の場所だと思うんだけど、これといったものはないね。Perfect. Let's go. いや違う、まだ抜けられる場所がある。Yes? Eat my bullets. Sure.
そしていかにも何かありそうな場所なんだけど何もないんだよね。Good quality. No fear. 倒しきれるのかな？倒しきれるか？ Come on. さて、あそこで手榴弾使ったのが正解だったかどうか、まだまだ先が。でももうすごい小さな部屋だと思う。なんか今自爆しそうだったから怖かった。Perfect. しかもラグがあったからあれで失敗したらどうしようかと思ったけどね。なんだなんだ、ここいるね。Sure thing. Yes.It looks great. ほぼほぼ見終わったはずなんだけど、I like it. Goodbye. いやこの小さななんか時計みたいなもの気づくかと言われると微妙だな。普段、yes? 普通に遊んでて、んで、あらかた見終わったのかな。ちょっと念のため機銃のところまで移動しておきたい。 Come on. あとそっか、ここか、ここもあるね。I'm on it. とはいえ両方とも見た場所なので、じゃあもうこれで終わりにして先に進めておきます。では、yes? ほぼほぼ一つこの帝国ポイントが手に入ってないものがありそうですが、もう出ましょう。無事クリアとなってます。リトライは1回。これやり直しできないので取り逃したらもう最後なんでね。武器工場多分、あ、再びプレイできるな。なるほどね。でまたレベルアップなんだけど、これを本編の方で活かせれば面白いんだけど、多分攻撃力上がる方向行きたいね。でもHP 上げてから攻撃力 30% の方行くか、こっち側だな。攻撃速度もあるんで、その先にね。やっぱりこれクリックで消せないか。となると、まあ、このポイントを大事に持っといて、いざとなった時に使うのがいいと思う。ではさらに行きましょうか。ではお口直しに、この感染者の群れ656人、人と対して人数は変わらない。でなるだけレンジャーの攻撃力上げる、これをやっていきましょう。ほぼほぼレンジャーでも使わないのかな。ソルジャーの方を上げた方がいいのかとかやっていったらポイントがどんどんなくなってしまう。まあでもこんな感じでいいでしょう。が強くなるな。このバリスタとかが使えるようになるのかどうかがわからないので、ここら辺まで行かずで大丈夫だと思います。行きましょうか。難易度は低い状態にしてるから勝てるでしょう、問題なく。以前はもう真ん中に全ての敵を集めて戦っても勝てたので、でこれは守りやすいのかな。以前と内容は同じだと思います。うん、これバリケードもちゃんと活かせそうな。でこの帝国ポイントに先ほど手に入れられなかったポイントが関わってくるんじゃないかって話があるので、そうなると結構辛いんだよね。どうするかな、もうちょっと手前側でやるか。いや違うな、上だけバリケードやっといて、下もこれ全部バリケードやろうとすると結構ポイント使いすぎるような気がする。で回り込んでくるってことがまあないとは言えないか。こうしましょう。ああどうするどうする、もうこの状態であとはユニット、さっきレンジャーを強くしたんだけど、まあソルジャーでいいでしょう。こんな感じでレンジャー一人だけ置いといてスタート。
どっちが多いんだろうな。また脇から来る可能性少ないと考えて真ん中に寄せておきましょう。片方全部倒したらもう片方の援軍行けば大丈夫でしょう。ソルジャーが盾となって最後の拠点守ってくれればいいんで、まあ手前側に来ればこの裏手のこの味方もいるんで。なんだなんだ、これ攻撃やってないでしょ全然。射程が短いのかな、そんな感じだよね。ちょっと追撃で下がりましょう。下がりましょう、まあ、あとはレンジャー敵を何体か引き連れてくれればそれで十分なんだけど、うん、もう大丈夫でしょう、問題なく。あとここ全部追撃で適当に倒してくれると思います。これは難しくなかったな。ポイントがある程度溜まったってことも関係してると思うけど、一つ前のこの手のマップものすごく難しかったけど、よしクリア。難易度は低いので、まあ当然といえば当然かもしれません。だが難易度普通でもなんとかなったかもしれない。さて次はこのマップとなります。さてさらにマップ進む前にもう一個これやっとこうかと思います。この感染者でやる前にちょっと難易度を一つやはり上げて遊ぼうかなと。そろそろゲームの概要も分かってきたので、そうすると1000人の感染者の数になっているので、数が敵の数が増えている。今アップグレードするの忘れたな。それをせずに大丈夫かどうかの問題が出てくる。ダメならば一旦戻ってアップグレードやってからユニット強くしてから行きましょう。バリケード作ればここも、うん、これがねこの操作が分からなかったんでね今まで。でここじゃないな、これ消せないか、消せるね。あんまり戦線を広げたくないので、できれば手前側で全て終わるようにしておきたい。こんなところかな。ん、これは置けないのか。とりあえず普通にやってはこんな感じになる。あと何を作るかなんだよね。レンジャーかソルジャーか。レンジャーも攻撃力上げたので決してレンジャーは悪くはないんだけれども、ポイント結構あるので、残りはレンジャーにやっときましょう。レンジャー場合によっては遠くまで敵を引き連れる役割を担ってもらいましょう。ん、敵は上は数少ないのかな。ちょっとこれなんかマップのマークが左右南は黄色いけど、あ、いや違う、黄色いの今から来るな。そしてレンジャー表へ向かわせようと思ったけど向かわせられないんだけど、詰まってて。敵の動きは緩慢なので、まあできれば本来であれば前の方に行ってレンジャーよ、なぜ引っかかってる。これ取れるのかな。あ、もう壊せないか。うん、レンジャーは前に向けるのは一つ選択肢だと思う。あ、南側は敵少ないので、どうなんだろう、射程はどっちが長いのか。
レンジャーも、レンジャーがちょっと届いてないかなといったところ。もうちょっと密集体系にしといて。まあ中でレンジャーをいろいろと移動させて戦っていけば案外いい感じにいけるんじゃない？である程度防げると思ったならば別の場所に持っていく。これ暇してるね。こっち側もいいでしょ。移動。上が厳しいか。あとこっち側誰もいない。もういいでしょ。ほとんどいなくなくても。うん、まあ難しくないね。レベル上げても難易度上げても難しくない。これは多分もう強化の具合とかそこら辺の影響もあって問題ないでしょ。これ全てのユニット選択みたいなものはないのかな。右側やらない限りは。今全部追撃態勢にしたので敵がいれば向かうんだけど、多分引っかかってこれは来れないとか、多分そんな感じなんだろうね。まあ、細かく本来であればやった方がいいけど、もうめんどくさいんでこのままで終わらせましょう。まあ100ぐらいであればある程度もう慣れてしまえば遊べるかなと思う。それより先はまだまだ何とも言えないけど、まあ、このマップ自体がバリケードつければそこまで難しくないのと、レンジャーのスキルも確か攻撃力かなプラス20だったの、そうしたプラスの要素もあったので、ソルジャーは今16、レンジャーは12、射程はレンジャーの方が1つポイントが高いといった違いがあります。うん、これバリケード壊せないのかな。これ壊せないとこれデリートで消せるとかない。敵来るのボケっと待ってないといけないっていう風になるんだけど、となるとどこか開けといた方がちょっと時間かかるかな。これはなのでちょっともうこれで一旦終わりまでもう進めておきます。まさかのこんな展開になろうとは。今ここの方壊してくれそうなのでこれで展開あるでしょ。壊れたことによってここら辺が少し向こう側に行ってくれる。もう勝手に移動するのでもうお任せで、高速移動もできればいいけど、逆に高速移動とかつけてしまうとこの時間をね早めるものをつけてしまうと無数になってしまう可能性もあるんで、なかなか難しいよね、そのあたりは。というわけで多分ここら辺倒し終えておしまいとなります。無事クリア。さて今後は難易度上げてやっていく予定ですので、ぜひともまた続きご覧いただけたらと思います。次行くとしたらこの骨の海岸かナローパスかな。巨人の里、これでもいいかも。今ポイント使わなかったけど、まあ、使わなくても何とかなった。次じゃあ農場あたりやっときましょうか。結構食料困ってたからね。というわけでまた次回ご覧いただけたら幸いです。ではでは。